そうだ、この前ね松とオフコラボしたんですけど、オフコラボの時に結構やっぱそのオフでなんだろう 3D ってなると結構こう入りの時間が早かったりしたんですけど、マチュがその当時ねあの日あたりは台風の影響で魔界からの交通手段が死んでまして、マチュの到着がねギリギリというかマチュ遅くなっちゃったんよ。だから今回ねスタジオね初めましての人がすっごい多かったの。めちゃめちゃ緊張したの中で一人だったからすげえあの日はね全力でコミュ力を働かした日だった。もうずっと頑張って喋ってたもうやっぱ言うて限度があるから向こうの部屋戻りますっつって誰もいない部屋に行ってってなってたでまた戻って行ってお疲れ様ですって言いながら喋ってた話しては5分戻って話しては5分戻ってみたいなことを繰り返してたな。お遊びで暇だったから巨乳モデルアンジュその場で一旦巨乳冷製させてもろて、ちょっと素材とかもろもろ用意して、ちょっと久々に巨乳になってみて、一人で遊んでたんですけど、真似が大爆笑で面白かった。真似ちゃんがね、もうギャハ笑いが聞こえてきて、なんか別の部屋にいたんだけど、その真似ちゃん。それでも貫通するぐらいめちゃめちゃ爆笑する声聞こえてきて面白かった。うちがおっぱいを興味深く眺めてたら。で、その初対面のスタッフさんにこうカメラで舐め回すように撮ってもらったりとかして、こう下からこうお願いしていいっすかっつっていいですよっつって苦笑いしてなかった。いやこういう時がいっちゃん楽しいんだからって言ってたそんな感じでちょっと打ち解けましたね。そうなんです、初対面でお願いしました。コミュ力発揮したわ。あともう一個面白かったのがスタッフにあんま推しの人がいて次をせかしてきて面白かった一回話流れたっていうかその人が言ったタイミングでなんか話が盛り上がっちゃったからまたあんまをやらないんですかみたいな感じの願いがふわっと流されちゃったの。なのにその人がもう一回チャレンジであんまやらないんですかみたいな、もう一回入れてきてみたいな。うちはそれ聞こえてたから言ったなって思ったけどでも流れたなって思ってたらもう一回チャレンジして押してきて面白かった諦めないなと思って、特になんか笑いとかじゃなくて普通のガチの感じなんか面白かった。リアル夏祭り私昔さ一人で全然行けてたんだよね。あのメンタルマジで今思い返してもすごい。小学生の頃のアンジュ、いや小学校高学年か中学校1年ぐらいの感じだったんだけど、あの頃の私ってかなり勝ち気な強気な女だったから、別に一人で楽しみに行くってつもりじゃなくて行けばきっと友達がいるだろうからその輪に入ればいいっていう、もうそれ本当に私ってぐらいの陽キャ思考だ。陽キャっていうか強くないその考え。いなかったらどうすんのって思わん？でも実際いて一緒に回ったんだよね。今の私絶対できない、そんなこと強いよね。今の私は絶対できない。そのメンバーで行くって決まっているのに勝手に入っていいのかなみたいな杞憂暗示も出てきちゃうし、なんかそもそもいなかったらどうしようとか、なんかまあ外をそんなに出るのがもう昔に比べて好きじゃなくなっちゃったから、せっかく行って一人だったらもう嫌じゃん、暑いしとか思っちゃって絶対やらないから、あの頃の私は謎の自信があった。しかもなんかヘルエスタの地元のすっごい大きいお祭りだったの。なんか歩くのもゆっくりになっちゃうような、なんか前が混んでるから、そんなところで絶対友達を見つけられるっていう自信すごない？マジで無敵だったわ。いや元から一人で楽しみに行くとかならありかも。いやでもどうなんだろう。でも周りのカップルとか見て勝手に嫌な気持ちになって落ち込んで帰りそう。一人じゃ食べきれ、なんかやっぱさシェアするからいっぱい食べれるものってあるじゃん。そういうものとかをいろいろ考え始めて急に病んで帰ると思うわ。で化け物が生まれたってわけ。誰が化け物だよ。勝手に人のこと化け物呼びすんのやめな。そういえばね、全然話飛ぶんだけど、この前電話してたの。そこまでめっちゃ仲いい人との電話じゃなくて、たまに話題に出したことがある代理でポケカを買ったりしてる子がいる、何名様までみたいなのがあるから、なんか買ったろかみたいなとか、こっちになんか売ってるか見てって言ったら出先であればちょっと見に行ってみたりとかで、その子に送んなきゃいけないから送り方とか送る時間とかもろもろ相談のために電話をちょっとだけしたの。電話してる時にハンドソープの入れ物にちょっと触っちゃったの。でそのハンドソープが自動で出てくる、泡で自動で出てくるミッフィーのやつを使ってるんだけど、それの容量がちょうど少なくなってたみたい。てか全然なかったみたいで、なんかその手が当たった時にちょうどギリギリヤバめのおならみたいなブビババババみたいな音が鳴ったの。いやもうごめん、こんな話して。ごめんね、こんな話して。で、うわっと思って、言うかも迷って、なんか、いや、なんか、本当になんか、めっちゃ汚い音だったの。でも、会話の流れで急にその話するの変で、違って違って違ってみたいなこと言うのも違うじゃん。そういうことって人生で多々あると思うんだけど、配信とかでもさ、椅子の音が、特に昔よくあったんだけど、椅子がさ、ギシギシすぎて、ギュッてなったらおならみたいに言われる感じ。配信だったら違うやーって言えるんだけど、通話でそんな話題にもなってないから言えなくて、結局妙に焦って何も言わないまま話をスルーして、通話が終わったってことがあって、もうね、思い出すたび、最近夜思い出すの、それ。今からでも違うって言いたいけど、今から言ったら変だよなみたいなの一番最悪だった、本当に。ミッフィーのハンドとピンクのやつ、そうピンクのやつ、そうそうそう、ミッフィーが水攻めみたいになってるやつ、あれ、これ直近のね辛いエピね、私のごめんね、食事中の方ごめんなさい。実際汚い話じゃないから。ブルワーク始めて男女比変わったって言われて、いや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 みたいな、まあ、言うてなんかまあ多少は変わったかもだけど、こちらの成人漫画レビューあんだけやってるんですよ。あん時に比べたら減らんでしょって。この振りから何かしらさせてほしいんですけど、男女比が 10% 減って、信じられる ?10% 減りました。え?信じられる?もちろん男が増えたのもあると思うよ。でもそれだけじゃ、さすがに 10% にはならない。全体の比率から考えて。これはマジで成人漫画レビューを超えて、まあでも最近雑談とかなかったから、そういうことかなみたいな。じゃ、まあ、帰ってきてマジで。マジもう帰ってきてほしい。なんかもう本当に貧困を法制にする。頼む。女の子リスナー見てるいやマジで、大事にすっから。じゃ、マジ大事にする。俺マジに、ブルアカの時だけはマジで自衛してくれたら、俺はマジでお前のこと大事にすっからさ。俺裏切らねえからよ。先ほど登録した女、かっこいい囲って鎖で縛り付けろ。俺マジでお前らのこと幸せにす、まあ、男女変わらず俺幸せにすっからよ。俺、お前らのこと幸せにするからさ。頼むぜ。でも成人漫画レビューは、年に1回だもんね。で、ブルアカはもう月に3回ぐらいやっちゃったから、浮気もが来て、ちょっともうダメだったのかもしれない。いやもうマジでごめんね。あれは違くて、ちょっと違うっていうか、あの時は別人格っていうか、エニからの命令で、嘘ですよ。普通に嘘だから、訴えたら負ける。訴えられたらか。嘘です。どんな絵にからやねん。おい、お前ブルアカやって下ネタ言えみたいな。